今日は国章さん、はい、僕らの、まあ、映画を語り合うシリーズ、ついに対面型で今までオンラインでね、そう RRR と、うん、タイタニックとやりましたけど、ついに対面でしかも何ですかこの作品の数は。今日はですね、はい、なんとこの映画一本に絞るとかじゃなくて、クエンティン・タランティーノ大特集でございます。おお、クエンティン。クエンティンです。ってことは、あれだ、これってことはですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、まあ、10時間ぶち抜きってことですか。10時間ぶち抜き今ほら、1作品50分ぐらいやってますね。10時間誰が来てくれる俺も見えへん。10時間ぶち抜きだ。で、まあ、僕みたいにちょっとにわか映画ファンから、国章さんみたいにガチガチの映画ファンまで、もう誰にでも愛される、それがタランティーノですよね。ということで、タランティーノのこの過去作を全てちょっと今日は語り合おうじゃないかということでですね。でもただね、そのタランティーノ見たことないとか、見たけどどんなんやったか忘れたみたいな人もいると思うんですよ。で、僕らもちょっとね、この作品は何回か見てるけどみたいなのあるじゃないですか。あるあるある。だから一作品ずつ、一分ずつざっくりあらすじを説明していきます。難しいねコーナー一つ目、はい、タランティーノ作品を一分間で解説激ムズどっちからいきます。どうしましょうかね。最初はグーじゃんけん、片方から最初はグーじゃんけん、ほい。わー、レーザーボアドックスから使われたら、そうですね、レーザーボアドックス見てないな俺もね。レーザーボアドックスは多分 2,3 回しか見てないかもしれない。いや、俺下手が置いたら俺1回しか見てないかもしれない。あるよな、でもそういうの。あるある。じゃあレーザーボアドックス1分間解説お願いします。まあ、とりあえず黒いスーツをまとってね、屈強な男たち。この男たちは何をするか、今から強盗しまんねんと。強盗してどないするねんって言ったら、その、まあ、分け前ですからね、みたいな。やねんけど、さあ強盗するのかと思ったら、強盗のシーンが全く描かれないんですよ。何だと思ったら、なんかどこでバッとカットがあったら、もう失敗しとんねん。撃たれとんねん。で、全員がミスターオレンジ、ミスターピンクとかみたいな色の名前なんですけどね。そのうちオレンジを撃たれてもうて、もう血、うって言ってんねんけど。でもこのミスターオレンジは何者かというと、この強盗の中に入った警官のスパイなんですよね。なるほどな。で、こいつはどうなのか。で、こいつの人は誰か知ってるんだ。うん、だからまあ、でもそんな中に一番ヤバいやつがいるって、この、まあ、マイケル・マドセン演じるミスター・ピンク、こいつが危険なやつ、こいつサイコパスを楽しむっていうのも一個の醍醐味。とにかくまあ一番すごいのは時系列がバラバラなんです。これをうまいこと積みこう繋いで一本の映画にするっていうのがこの映画の見どころです。なるほど難しい、むずいなこれ1分バリむずいて。続いてパルプ・フィクション。パルプ・フィクション、うん、これは簡単でしょ。いや、でもいくか40分で終わると思うよよーいスタート。まずパルプフィクションっていうのが、まあ、向こうで言ったらちょっと雑多なコミック誌っていう言葉なんですけども、うんうん、まるでその本当にコミック誌をパラパラパラってめくってるように、はいはい、もう場面がそれこそ時系列がもうバラバラなんですよ。で、主人公もなんか3組ぐらいいて、1組がギャングの2人組で、もう1人がちょっと落ち目のプロボクサーで、もう1人が、マフィアのボスの娘。この3組がもうバラバラの主人公なんですよ。それがコミックをバーってめくるみたいに、もうバラバラにストーリーが展開されるけど、それがちょっと交差して交わる時もあれば、なんかその影響を及ぼす時もあり、で、なんかこう進んでいく、うん、で、そこで昔のそのサーフミュージックとかがかかったり、ほんまになんか PV を見てるようなテンポ感でもありっていうのが楽しいです。おお、あと7秒、ちょうどいいんじゃないのこれちょっとまとまらんかったっていうぐらい難しいよね。難しいな。じゃあ次は、国章さんのジャッキー・ブラウン1分間よーいスタート。まあ、ジャッキー・ブラウンっていう主人公ですよ。この人はね、一応 CA さんやってる、やってるんだけど、裏でこう、まあ、悪者の金を運んでる、
悪いやつなんですよ。悪いやつ。でもそいつが警察に捕まって、お前あのスパイするんやったらちょっと罪軽くしたとねえぞって言われて、うわマジですかって言って、ほんだらそこにあのサミュエル・ジャクソン演じるオデールっていう極悪武器ディーラーで相棒のあの、あいつですよ、あのロバート・デ・ニーロね、この二人のところに行くわけですね。で、まあでもむちゃくちゃヤバいです、そいつが殺されんちゃうかってなんだけど、そこで今言ったら、まあロバート・フォスター演じるこの保釈金の何ですか、何ですかこれ、金融業者、うん、この二人と、まあ、ちょっと助け合いながらちょっと恋に落ちていくみたいな。でかつここで映画の一番いいところはこのサミュエル・ジャクソンの極悪っぷりを楽しんでください。なるほどな、すごい、ちょっと馬なってきてるめっちゃカンニングしてる、馬なってきてるキルビルムズキルビルムズいてキルビルバリムズいね。そう、キルビルはですね、もうあのクエンティン・タランティーノのオタク魂が全開になった、もう趣味だけのやつで、タランティーノってね、日本大好きじゃないですか、だからあの深作金字映画とかにちょっとリスペクトを込めて日本が舞台なんですよ、でも日本そんなんちゃうでっていうような日本なんですけど、もうヤクザが出てきたり、もうエログロっていう感じで、あの殺し屋市とか、ああいう世界観が入ってるエログロなんですけど、そこにね、今日本人キャストの栗山千明とか高橋一生とか、むっちゃちょい役で出てたりとか、栗山千明はだいぶでかい役で、だいぶでそういうね、ちょっとこう日本をあの舞台にしたタランティーノのもう趣味全開の作品です。お、10秒回ってる、素晴らしいですね。むずいぞ、ギルビルむずいぞ、2かうわ、2だ、しかも今俺もストーリー言うてへんからな待って、待って、ストーリーないよ、まあ、キルビル2ね。じゃあ、キルビル2、お願いします。まあ、さっきのキルビル1のから続編で1が、まあ、日本のヤクザ映画、日本のアクションとしたら2は、なんとカンフーアクション。ああ、そうか、しかも、対1対大勢じゃなくて、今回はカンフー1対1の戦いがたくさん見れる。で、まあ、主人公ブライドの過去が、あ、こんなんやったんか、あ、こんな感じで撃たれたんやとか、で最終的にこのタイトルのキルビル、ビルを殺す、そのビルが出てくる、どんなやつなんやビルはと、あ、こんなやつなの。で最終決戦があるんですけど、最終決戦、え、こんな地味なんていうか、でもめっちゃかっこいいシーンがある。で、まあ、そのカンフー映画を、まあ、モチーフにしてるんだけれども、あの、まあ、日本刀も出てくる、まあ、引き継ぎ侍アクションも楽しめる。で、僕は2の方が好きです。なぜならばこのブライドのめちゃくちゃこの演技がその憎しみに向かっていくとがはっきり分かる素晴らしい映画です。なるほど、難しい、おい、デスプローグでいつも語られてるデスプローグでも短いから語られてるんだ、いや、10秒で終わるでじゃあ、次はデスプローグですね、用意スタート。デスプルーム、はい、これはですね、もともと、何やったっけ、アメリカの、何やったっけ、あれ、グラインドハウス、グラインドハウス、グラインドハウスっていう、その、まあ、B 級映画をやる映画で、やったんですけども、とにかくね、B 級で、もう超低予算、CG とかなし、もうとにかく肉体で、で、ストーリーで言うと、女の子3人が、まあ、ドライブ楽しんでました、ね、そしたら、なんかおじさんが、めっちゃ絡んで、まあ今で言う煽り運転ですよ、ゴリゴリの煽り運転、めっちゃかましてくる女の子たち、何あの人、でもあいつちょっと何あのおっさん、ちょっと腹立つからやり返したろって言って、ボコボコにする話ですただそれだけ、それ以上の出来事は起こらない、ただ煽り運転してきたやつを成敗するって、いいですね、あ、ちょっとグダグダやったな、じゃあイングロリアスバスターズ、ここからね、ちょっとガラッとね作風が変わりますから、これ、ね、じゃあ行きます、スタート。第二次世界大戦のフランスの話ですね、これ。だから、まあ、ナチス、ドイツ、それと倒すために集められたのがこのイングロリアスバスターズですね。なるほど。だから主人公はショセナっていう、ユダヤ人の女の子、この主人公の軸と、この、まあ、ブラッド・ピット演じるね、大佐のね、大変じゃないわ、あいつらのイングロリアスバスターズがこう交差して、で、何よりこの作品の一番いいところはオープニングのこのランダ大佐、ね、クリストフ・ボルツ演じるあの密室でする芝居の恐怖、そう、
こんなにお金かかってるのに、この映画の一番見どころって、わーって戦ってるシーンとか、もう非常に見事したシーンじゃなくて、狭い部屋で喋ってる会話を、こんだけ映画館で見どころがあるんだっていうのは、やっぱタランティーノの真骨頂が詰まった、もう、一番油乗り切ってる作品じゃないですか、これ。なるほどな。イングリッシュバスターズね。なるほど。見てくださいね、これね。ちょっと目立ったけどな。まあ、ワッサンにアイスなやったけど、パニックちょっと待って、ちょっとカンニング出してあのジャンゴ意外とむずい、ジャンゴむずいで、はい、次がですね、ジャンゴ、じゃあもうこれがこの何でしょう、イングリッシュバスターズからなんか受け継がれたこう手法を取り入れられてるんですよね。確かで、同じくね、その前作ではその超悪役やったクリストフ・ボルツが今度はめっちゃいいやつ、いいやつで、その主人公の、ジャンゴという黒人を奴隷から救い出して、そいつの復讐、妻を助け出すための復讐に手を貸していくっていう作品なんですよ。うん、でですね、そこで悪役がね、あのレオナルド・ディカプリオなんですけど、むちゃくちゃ怖いし、むちゃくちゃかっこいいやつですね。で、とにかくその、なんでしょう、アウトローに、もうウエスタンですよ、ウエスタン。ウエスタン映画です。の、あのなんでしょう、オマージュとか、リスペクトがもう含められてて、もうとにかくその、まあ、復讐劇なんですよね。妻を助けに行くというお話なんですけど、うん、もうとにかく壮大でドラマティックで迫力満点でめちゃくちゃ下品なところもあって最高です、ね、まとまらんな、うん、1分しかない。ヘイトフルエイト、激ムズいでこれ。ヘイトフルエイト、まあ、ヘイトフルエイト、まあ、とりあえず主人公というか、まあ、主要人物8人、うん、それがもう山小屋にね、うん、もう吹雪が閉じ込められます、うん、ここはタランティーノの真骨頂、ミステリーですよね。もう会話の応酬、ね、応酬内に、もう銃のぶっ放し音、もうね、うるさいですよ、銃のバン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 、もう、でもめちゃくちゃ迫力がある。でも、ここで僕が映画館に行って一番びっくりしたのは、もうとんでもないことが起こるんですよ、サプライズ的に。その時僕ね、ほんまに心臓が通りかけるのがびっくりして。あとこれはかなり長尺映画ですね。この辺ぐらいからトランティーノ3時間ぐらいなんですけど、ただね、飽きない、全然飽きない、もうずっと見てられる、その会話をずっと聞いていたいっていう、トランティーノの作品の、言ったら、そのええとこ取りが、もう言ったら幕の内弁当みたいな感じですよね、そのトランティーノの会話を楽しみたいとか、まあ、あと西部劇なので、ジャンゴの作品が好きだった人は、まあ、引き続き楽しめるような感じ、サミュエル・エルソンも超かっこいいです、ぜひ見てください。むずっ、いや、最後は、しかも、最後は、ずる記憶が一番新しい。いや、ちょっと待って、一週間前ぐらい見れるやん。待ってくれ、待ってくれ。ちょっと考えたい。あ、考えたい。いや、まあ、よかった。いける。いきます。さあ、もう、ありがとう。最後がですね、Once Upon a Time in Hollywood。これ僕ら公開当初ね、初日見に行きました。そうで、この前も塚口さんさん劇場で見に行きましたと思ったんですね。まずね、Once Upon a Time in Hollywood、もう日本語で言うと、昔々ハリウッドで、ね、昔話のような、もうその名の通り、あの時代の1969年のきらびやかなハリウッドが描かれてるんですよ。でもそこに、架空の人物、主人公の、ディカプリオと、ブラッド・ピット演じるね、2人の主人公がいるんですけど、その主人公2人を掘り込んで、ただその69年には悲しいある殺人事件が起こるんですよ、はいはいはい、実際に、うん、でもそこにその架空の2人を入れ込んだらどう物語が展開していくだろうかと、うん、なんかこう切なくもなんか愛らしいお話なんですよ、うんうん、おいやーむずい難しいとか言いながらさ、大体2人とも50ぐらいで終わってる。確かに。むずいな。でも、一番見てるのは絶対これやわ。あれ、レザーバードックスやわ。一番見てない。一番見てない。あんまり見返してないです。あ、でも俺もそうかもしれない。レザーボア、意外とレザーボアなんですよね。次のコーナーがですね、はい、今、ちょっともう超駆け足で、計9分かけてまあ振り返ったわけなんですけど、まあ正直ね、全部好きじゃないですか。もちろんもちろん、もう全部好きなんですけど、あえてこの中から3つだけ特に好きなやつをきついなピックアップしようやないか。いや、考えましたよ、僕も。考えた、うん、やるっていうか、この企画やるってなって考えたけど、やっぱ結局ミリマナっていう3本はね、うん、まず1つ目はね、
じゃあ次、国章さんから。まあ一応僕はベスト3で決めた気合やけど、うん、3位が、うん、俺、キルビル2なんですよ。ああ、うん。キルビル2、僕、多分俺ら世代のタランティーノの一番初めのやつって多分ね、キルビル1なんだ。おそらく多分時代的には多分。うんうん、で、まあ、1を見て、ああ、こんな感じじゃない？なんかちょっと思ってたのとちゃう。まあ面白かったんやけど、うん、なんかハマりきれなかったところがあって、で、まあ2になるじゃないですか。うん、で、2でね、めっちゃガラッと変わるのね。なんかちょっとめちゃくちゃ、なんていうの、まあ、キルビル1ってグロいけど、ちょっと華やか。華やかなところがあるね。ちょっとこう、変わって。やけど、キルビル2になったらもうなんかちょっとパッケージのこの画面からもわかると思うけど、なんかもうちょっとなんかもう、ちゃうやん、なんか。ああ、ちょっとね、なんか。あとなんか作品全体のトーンもちょっとくすんでるというか、なんか。あ、結構砂漠とか多かったやんか。うん。なんかそういうのもあって、なんかめっちゃハードボイルドチックになってて。うん。まあ、かつあと、あ、めっちゃカンフー入れてくんねや、みたいな。前回とちょっとガラッとアクションの、ね、色もちょっと変わってて、面白いし、まあ、なんやろな。あと、やっぱり、ユマ・サーマンの演技がシンプルにボリューム2の方が良かったかなって感じ。あ、うん、めっちゃなんか気合入ってた、ね。確かに確かに。そうそう。で、まあ、最終的に、こう、この映画のタイトルであるキル・ビルをまあ達成するわけやから。まあまあね、確かに。結構見応えあったなって感じで、割と好きかな。言われてみれば、うん、もう一回見たかったけど、キルビル2は結構好き、おすすめですね。うん、3位、あります？3位。僕ちょっとまだ迷ってるんですよ。はい、今のね、今のランキングね、明日になったら変わってるかもしれない。高木なもんな。3位ね、あー、めっちゃ迷うな。どれ？イングリアスバスターズ。おー、はい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 。イングリアスバスターズなんですけど、まずここでね、でももう言うたらタランティーノってちょっとここから変わるじゃないですか。なんかちょっとね、なんかあのニュアンスが、うん、ここから変わるんですけど、ここってその言ったらあのね、ハリウッド映画でおなじみの、うん、あの言葉、うん、言語っていうもの、はい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 、例えばあのラストサムライとかって、はいはいはい、日本人も英語喋ってるじゃないですか。っていうあのあれをあのなんかなんでしょう、暗黙の了解みたいなのを打ち破ったじゃないですか。うん、アメリカ人は英語喋る。で、フランス人はフランス語喋る。で、一番言葉をいっぱい喋れるやつが最後勝ち残るっていう、何かその、なんでしょうね、その、なんか。まあ、第二次世界大戦間で言ったら、まあ、だって、まあ、フランスが舞台でさ、うんうん、で、まあ、敵はナチスドイツでしょ、うん。で、英語もあるしさ、フランス語もドイツ語もあるって言って、ドイツ語のイントネーションが違うとかさ、うんうん、あるわけやん。それ、あ、これちょっとヒヤッとする。うん、見てるこっちも。そうそうそう。だから、世の中な言葉では、あの、やっぱ、負けるんですよ、そいつは、うん。やられていく。っていう、なんかその、なんか今までここまでの、こう、タランティーノのその得意の、あの、会話。うん。会話がもうギュッとここで、確かなんか鋭利になったというか、ちゃんと意味のある。いろんな方法からね。そう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 。っていうので、なんかやっぱ、これが僕が3位です。いや、俺でも、1位か2位やと思ってる。あ、ほんま。いや、前思うねんけどな。国章さん。はい、第2位。あ、俺ね、第2位はね、考えてますけどね、うん、僕ね、やっぱ好きやなと思うの。これ DVD も持ってるんですけどね。ジャンゴ。ああ。俺、ジャンゴ2位なんですよ、ね。ジャンゴ、ね、僕なんで好きかっていうと、タランティーノの作品で一番ドストレートじゃないですか。うん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 、あのタランティーノはこの辺のレザーボアから始めた、あの時系列バラバラ組み合わせをジャンゴは一切してない。確かに確かに、うん、めっちゃストレート。もうあの主人公が奴隷から最終的に賞金稼ぎになっていく様がもう一本線で一本道でやってるじゃないですか。確かに。なんかで、あ、タランティーノってこんなド直球やっても面白い映画撮れんねやって思ったし、あとやっぱそのテンポいいんですよね。さ、奴隷から入って師匠である、まあ、あのシュワルツやったかな、うん、あのこのクリストフォルスに見されて、うん、でそっからさ、あのもうバレずにさ潜入して、うん、バレて捕まって師匠を死んでボコボコにされて、そっから逃げて最終的に敵倒すっていうところまでの、うん、まあ、流れが一切退屈しない、うんうん、あのでかつアクションもかっこいい、うんうん、セレブ劇だしね、うん、あの結構近年こういう西部系映画ってまあ割と減ってるから、うん、あのめっちゃクエンティン・タランティーノによる王道西部劇っていう感じで、これは多分ね何回見ても飽きへんかなって感じかな、うんうんうん、
確かに、うん、確かに。第2位ね、マジで俺も、マジで俺も、うん、ジャンゴ。ああ、ジャンゴ、うん、一緒だよね、ジャンゴ、うんうん、いや、もうほんま言った通りやねんけどなんかさ、わかる、あのこのイングリアスバスターズからのさ、うん、このジャンゴの流れよくない。ああ、まあね、なんかこう、なんかこうさ、タランティーノが何でしょう、新しい手法でうまくいったから、もう一回同じテンションでみたいな感じするやん。なんかあれらしいよ、これ結構兄弟的作品らしい。そうやな、なんかその確かに確かに、なんだっけ、イングリアスバスターズで使われなかった話みたいな、うん、その話の一辺をこうジャンゴに持ってきたっていうところもあるらしいから、うん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 、でまあ設定とかも似てるもん。似てるね、だからその実際の歴史の中に、うん、架空の人物を入れて暴れさすっていう、うん、暴れさせる暴れさせるし、まあその何ですか、その虐げられてる者たちが逆転していく話っていうのは、うん、まあ同じやんね、言うたら。あ、せやな、だから俺好きなんかな、この2つ、まあ、本格的なこの時代劇やね、この2つは、うん、このダランティア作品。そうそう、時代劇やし、こう復讐劇やし、うんうんうん、なんかね、やっぱこの、そのね、俺結構その何、その2人組系好きなの。あ、指定関係バディーもの、ね、うん、でこのね、ジャンゴとさ、ドクターキングシュルツがさ、うん、なんかこの2人の関係性とかさ、で俺まずこのウエスタンが好きなの。あ、だからね、結構余計余計な、そう、趣味にドンピシャで、衣装もかっこいい、かっこいい、かっこいい、でジャンゴとかもあの何だっけ、ジェイミー・フォックスとかさ、うん、なんかマジであの80年代70年代ぐらいの松田優作みたいなさあのハードボイルドなさ、うん、感じもさ、なんか好きでさ、ちょっと男臭い感じ。ちなみにあれらしい、ジャンゴ役っていう、はじめウィル・スミスに言ってたらしい。あで、ウィル・スミスとタランティーノがめっちゃ喋り語り合った結果、まあちょっとやめとく、ちょっと今回はなしでってなって、でオーディションしとったら、ジェイミー・ホックス入ってきて、あ、もう決まりってなったらしい。あ、でもウィル・スミスだとちょっとポップな感じするよな。そうそう、でウィル・スミスのイメージ言ったら、ほらタランティーノって結構その俳優のイメージを変えるってあるじゃない、例えばこのパルフェクションでも、うんうん、誰だっけ、ヴィンセント・ベガーやってる、トラボルタ、そう、ジョン・トラボルタとか、あとこのパムグリア、うん、ジャッキー・ブラウンの、うん、そういう流れでそのウィル・スミスのイメージも変えたいっていうのがあったらしいんだけどね、うん、当初の中では。まあでもなんか、でもやっぱりね、僕はやっぱジェイミー・フォックスだと好きやもん。ジェイミー・フォックスは好きやねん、俺も、うん、だから結構安心して見えるというか、そう、うん、いいよね。いや、じゃあ第1位いきます。まあ第1位はもうね、もうこれやろってのあるんですよ、僕正直。もういや、いろいろ全部好きやけど、そうそう、これやろなって、もうどうせこれよってなんでも、ああ、どうせこれよってなってしまったもん。じゃあ国章さんと、じゃあ、あ、そんなん言われたら俺バイブって言うもうどうせこれやんってなんで、俺はもうどんだけ考えてももうどうせこれやんって、もうこれは、まあ、そんなん言うなよ俺がお前間違ったやつだよ。いやいや、そうだよ、そう、おのおの好みがあるから。じゃあその第1位はダントツで僕でパルプフィクションですね。まあまあまあ、それ、まあ、こうなってくんのよ、結局のところ。まあ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 、初めて見た時の衝撃を忘れられないね。例えばやけど、大昔の映画でさ、市民権限ってあるんか、うんうん、あれってさ、あの映画が結構見ながらすごいすごいとか、うん、結構名作ってなってるから、うん、あれなんですごいかって言ったらさ、映画というもので初めて時系列を扱った、まあ、本格的に時系列を扱った映画のね、一人の大富豪がいて、死ぬところが始まって、過去にどんなことがあったのか遡って、最後、バラのつぼみっていうキーワードを最初に言うんだけど、それは最終的に何やったのかっていうのが分かるっていう話に、うん、時間のこう組み合わせやるっていうことが、でも俺らはもうさ、現代人だからさ、市民権威見ても、うん、いや、まあまあまあって感じやろ、新しさはみたいな感じ、うん、それの現代版とも言えるのがこのパルプフィクションなんですよ。なるほどな。これすごいのが、もうお客さんってさ、映画始まったら始まって1秒から終わる時までをこう順番として考える、うんうん、どうしてもやっぱり起承転結、これはもう、来てに小結みたいな、なんか分かるのかな。もう、さっき死んだやんってやつが最後に出てきたりとか、さっきブワーン撃たれたから、普通にそうなったやつが出てきたから、トイレでバーンって死んでるのに、もう、半端の T シャツで大胆に入ってきてさ、確かに、俺は朝飯を食うでたから、確かに。え、これどうなの、あれって、俺、ま、チャプター間違えたの。そうそうそう。その、まあ、さっきも言ったけど、そのほら、小説。うん、
たらこうパラパラってめくってるようなっていうのはそういうことで、それをうまいことつなげて、なんか正直さ、ストーリーもクソもないやん。まあ、でもさ、なんかさ、見終わった時系列バラバラのものをギュッてくっつけて、パイって出されて見せられて、最後、なんかしたんけど、すごい爽快感みたいな、なんか、見たなぁ、なんか、映画見たわみたいな感じになるじゃないですか。これ、説明できないってことは、やっぱりこれが一番俺の中では優れてる作品なんだと思うよな。なるほどなぁ。これすごい、やっぱり改めて見ても、やっぱり、こんなこと、これが多分なかったら、こんなこと普通の人思いつかないよね。こういう演出法というか、あの編集、うん、すごいかっこいいし、確かにもう結構もうセンセーショナルやってたらもう、何やこれはっていう、だからこう映画体験の忘れられない映画体験で一本ぐらいと俺は思うよ。こんなバラバラでな、そうやるんだった時、その映画のプロデューサーもびっくりしたから、なんでやろ。あとやっぱあれだね、サミュエル・ジャクソンとあのジョン・トラボルタのコンビがいい。最高やね。なんかあれらしいよ、これ作る前に。もうこの二人主役でシリーズもの作ろうかとかいう話もあったらしいから。おそうそう。あとこれもね、あのこれに出てくるあのミスターブロンドがこのヴィンセント・ベガの兄貴なんですよ、っていう裏設定。そうそうそう。あ、中野君決まりましたか？第1位決まってます、はい、僕のね、第1位はね、ワンスアポンはタイムインハリウッドです。おーよく言います。いやこれね、いやまあ最新作っていうことだけじゃなくて、うん、なんかね、タランティーノ落ち着いたなっていう感じの。あ、まあそうだよね、うん、なんか、なんやろね、ちょっとこう、あ、他の作品と比べてちょっとゆったりしてるもんな。そうで、まあここまでの、こっからここまでのやつって、はい、タランティーノがだから昔こう見てきた、うん、レンタルビデオ屋で、まあ、アルバイトしてた時に見あさった昔の古き良きアメリカの、はい、アメリカっていうか、まあ、昔の映画のなんか良さとかをこう現代に消化できへんかっていう感じやんか、うん、でもこの Once Upon a Time in Hollywood ってもうそのタランティーノが幼少の頃見てた景色そのものを描いてる。そうね、街とかなんかこう風景とか登場人物とかファッションとか時代自体を描いてて、でそこにまあそのね2人の主人公のリック・ダルトンっていうね、まあちょっと落ち目のあの西部劇の俳優と、その、 あの相棒であり親友であり付き人のクリフ・ブーズ、ね、ダブルスタンドね、うん、ダブルスタンドスタンドダブルね、スタンドダブルみたいな。この二人が主人公なんですよ、うん、でこの二人の友情、うん、そしてこうね1969年のなんかこう時代が変わっていくようななんか哀愁と、うん、そして実際にねあの現実で起こったあのシャロン・テイト殺人事件っていうのがまああるっていうのは絶対分かってるわけなんで、なんかね、普通にね、日常的なことを描かれてるんやけど、どこかずっと不穏な気持ちなのよ。ほんまにそのね、あのリックとクリフのね、まあ、生活みたいなのが描かれてるやんか、ずっと。うん、やのになんかその、あの事件が、もうちょっとしたら起こるって思うから、なんかずっとそわそわする。で、最後にもちろんその事件は起こるんやけども、そこでもうタランティーノ、昔のタランティーノ戻ってきたって感じだね。うわ、一緒にさ、初めて行った時にさ、俺これもしかして泣ける系なんかなってそう思っててさ、うんうん、最後のシーンで、あ、俺タランティーノの映画見に来てるの忘れとったわって思う。そうもうなんかね、あのバランスが俺すごい好きで、多分ね、ワンスアポンタイムハリウッドは俺、うん、タランティーノ作品で一番笑えると思う。俺んちの近くのさ、レンタルビデオ屋でさ、うん、あのコメディ映画とかいや、これはもうね、もう俺最後のシーン、とあるシーンやんだけど、もう俺めちゃくちゃ笑うのかなんでこんなこと思いつくの。これ俺やっぱ好き、でもファッション的にも好きなんよ。あれは60年代60年代、60から69年ぐらい、69年か、ちょっと70年代のヒッピー的な感じも入ってきてる感じの、あの時代のファッションが好きで好きで、確かに、うん、いいよね。そう、ちなみにね、今日着てるこれジージャンはね、はい、この映画であのブラッド・ピット演じるクリフ・ブースが着てたのと全く同じ時代の、言うてた、そう、ラングラーの、あのヴィンテージジージャンです。いや、いいですね。でも、あれはね、これ、中野を来てくるやんか、来てくるときに、あの、いつも寒い寒い言ってたもんね。それを、その服を着て、快適そうなさったら見たことない。今日ちょっと快適かな、思って歩いてた雨降ったしね。なんでやな。あ、でも、ね、俺、これ、うん、なんでやな、あの、結構2回目見た時に、あった塚口さんさん劇場、うんうん、2回目見たやんか、うん、あの時に
あのシャロン・テイト本人がさ映画館入っててさ、うん、自分の作品をさめっちゃこう楽しそうに見てさ、うん、あ帰っていくやんか。あれって実はあのシャロン・テイトが出てる映画を見てるシャロン・テイトは実はあれはタランティーノ自身の、うん、タランティーノが当時シャロン・テイトの映画を見ていいな面白いなと思ってこの人好きやなと思ってたのに、まあ、現実世界で殺されてるわけ、うん、だからまあ彼なりにこう彼女をこう救済したかったのかなっていう、まあ、やっぱいい映画だなと思うけど普通に、うん、俺ちょっとさ2回見た時さ、うん、一番最後にほんまのラスト、うん、あの最後のあの人盛り上がりがあった後のほんまのラストのとこちょっと泣きそうになった、はいはい、あれなんか別にネタバレとかしてもいいかいいんじゃないの、うん、あのな最後ゲートが開くやん、うんうん、あのまあそのリック・ダルトンの家でね、うん、マンソンファミリーが乗り込んできて、まあ、返り討ちにしました、うん、で、まあ、クリフがちょっと戦って足怪我した、うん、負傷したから救急車に運ばれて、でリックが明日は必ず見舞いに行くよって言って、うん、その後でお隣さんのシャロン・テイトの家からその友人のやつがこうでもさんと会えるんだよな、うん、いや、ちょっとうちにお尻が入ってないんだよ。え？本当？あ、でも大丈夫だよ。あの俺の相棒とその犬がやっつけたし、そのうちの一人は俺がカリカリ焼いちゃったんだ。カリカリ？うん。うちに火炎放射器があるんだよ。で、あ、そうだよ、だって、なんとかのあれだ。そうそうそうだよ、そうだよ。おーみたいな感じで、シャロン程度でインターホン越しにさ、あのどなたあるみたいな。どなたあるみたいな。いや、トラゲはリクダルトンだよって。じゃあよかったら一緒にお酒でもみたいなんで、ほんでこう、いや、これ、あいつ言えたな。で、あそこでゲート開くのが俺なんか泣きそうなんだよ。だって、ほんまやったらもうそこの人たちってみんな亡くなってるやん。確かにな。なあ。うん、ああ、だからそうね。なんか切ない感じの。まあ、ちなみに僕が多分、ただこの作、このずらっと長い作品で一番好きなシーンは、まあ、リックが、強盗、マンソンファミリーを、プールの中のマンソンファミリーを、火炎放射器でカリカリにやったの。真っ向が俺も、全部の中で。全部の中でもう、ぜやん。多分俺、ただっていう時って、まあ、全部笑えるとこあるやん。うんうん、もう、あんなに笑ったごめん、俺。お前、一個だけ忘れてると。確かにそこもおもろいけど、めっちゃ好きや。俺、その、この全部の中で、一番笑える、うん、あの、パルプフィクションの、うん、あいつ、ブルース・ウィルスが捕まって、うん、殺されてる時になんか箱の中から出てきたわけやろな。ふぅぅぅぅぅ。ブルース・ウィルス一撃で。あいつ何なん？あいつはどういう人生を生きてきたやつなの？俺でもあっこも好きやな。パラフィクションでさ、なんかこう。よし、早く行くぞって恋人とホテルに残るやんか、マンションで、おうおうおう、あれ、俺の時計がない、あ、俺の時計知らないか、今時計置いてきたわ、置いてきたわ、あ、そうか、ちょっと大事な時計だからちょっと取りに行ってくれよって、え、大丈夫だよ、って、あ、大丈夫だよ、すぐ帰るから待ってて、ってカッと待ったらステッパッパッ車の中で、クソンだよ、あの人なんだ俺の時計だ運転したから、うーっと向けいや、その前にだってみんなの中でテレビとかもパッてパッパッめちゃくちゃ DV やこんな DV して大丈夫かあれも面白かったけどね。あ、ちなみにそうパルプフィクションではこのジャケットですよ、これ。あ、見てください、これは中野くんが僕の誕生日にくれたこのショットのバージョンですよ、ね、全く同じではないんやけどな、なんかもう見た目完璧に一緒やけどな、うん、これはブルース・ウィリス感すごいな。そうそう、これでもうね、丸坊主ってのは完璧やな。いや、丸坊主には先輩がいる。心配するわ。あ、そうか。いやー、盛り上がったな。